すべてのことは表と裏、黒と白だけではないんです。いろんな角度が絶対あるわけです。だからそのお金持ちになるためにもそういう批判的な考え方、物事をいろんな面から見る考え方とか、日頃からその考えてみようと思います。あれ、あの掘り下げるとか、数学の問題でもその問題のポイントを見つけたりして、で本質を見抜くとか、その問題一つができたらいろんな問題が解けるようになるとか、そういうのを やってみるラスト5つ目、 Make lots of offers、 いろいろ対比をするっていうことです。これは実はなんか多分あのビジネスを始めてからの話だと思う。例えば部屋を買うときはいろんなメーカーじゃない、いろんな不動産屋とか対比しに行ったり、いろんなものを比較したりする。で、私はなんか経営始まる前にも使えると思います。そのインターネットとかで絶対嘘の情報がいっぱいあるじゃない。それを英語と日本語で対比したり、この作者とこの作者が言ってることを対比したり、で、アソリティを疑ったりしたら、もっとそういう批判的な考え方が考えられるようになって、お金持ちに一歩近づけると思います。お金持ちはどうやってなれるのという話でした。もう一度リキャップをします。ジャックのお父さんが言っている4 types of knowledge、 学校で教えてくれないような4つの知識、Accounting, Investing, Marketing, The Law。 これからどんどん勉強していきたい。 Three main skills: Opportunities, Raise Money, Organize Smart People。 これは経営者が必須なスキルの3つです。 Opportunities, 機会、 Raise Money, 企業、 Organize Smart People、 賢い人をまとめることなんですね。 And To-do list、1. Stop what you're doing now. Stop doing what you're doing. 2. Ask somebody who did done things you wanted to learn more. 情報収集。 3. 10 minutes walk every week. 4. Think big. 批判的な考え方。 5. Make lots of offers. 対比をすることの大切さ。この動画を見たり、その本を読んどったり、そういうあのその理念をただ思っていることは本当になんかただ思っていることだけで、行動に移さなかったら、ちょっと行動に移しても続けなかったら、今一番自分にとって大切なことを分からなかったら、やっぱりお金持ちになれない。だから本当に今からやってみてください。今からその夢に向かって頑張ってください。以上です。